後半戦ペリーゴー。皆さんこんにちは、山本俊です。武田方もそろそろ気合を入れなければいけない、はい、対決をしてもらおうかと思います、はい、先生と対決しても勝ちこないので超スペシャルなゲスト呼んでいます。アクトリさんとナスケさんです。よろしくお願いします。ナスケリアルも私の部屋に入れたい。最後そうですね。打ち合わせしてたんですけど。自己紹介はい、お願いします。こんにちは、ナースケです。ナースケブログということで名前をやらせていただいております。よろしくお願いします。ややこしいな。そうだ、アクトリさんですよね。ナースケフィットネスです。よろしくお願いします。はい、どうも、アシトレブログです。いいんですか。最近もうアシトレアシトレって言われるから、じゃあアシトレさんって呼ぶ。はい、アシトレで。よろしくお願いします。超有名なお二方と久しぶりのコラボさせていただくんですが、僕のポテンシャルとキャラクター的に高田とバチバチでやるのは無理なので。確かに確かに確かになんですけど、なのでちょっと僕の方もお一方呼んでおります。はい、竹下選手です。はい、はい、見たことある。はい、マルクスジムで実はパーソナルトレーナーとして活動もしていただいていて、はい、すごい成績を取っている方です。どうぞ。エリーグという団体で昨年日本一になりました。今、8年間狙って、すごい。なんかずるくない、肩紙でもう回ってますね。ねえ、全然どうなってるんですか、これは。ガチガチの YouTuber を2方と、ただの初戦アシスタント1名じゃ、色負けますから。いや、そんなことないですけどね。え、ね、こんな感じで決めるから。はい、ということでですね、今からアクトレさん、ナースケさんチーム対、私と竹下さんのチームで、対決をしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。内容なんですけども、はい、6000点をどっちの方が早く稼ぐかっていう対決をチーム戦でやっていきます。6000点ですか。6000点まず点数は重量かけるレックでやります。だから1キロで1レックで1点、うん、っていう感じで換算をしていきたいと思います。今回ですね、前半後半に分かれます、はい、前回は個別にやったじゃないですか、はい、今回はチーム戦なので両チーム前半の選手、後半の選手に分かれて対決をしていきます。ああ、まるでサッカーみたいですね。え？もう今、アウェイだから俺らってチームだから。いや、でもアクリさんでも黙ってましたよ。え？種目なんですけども、はい、今回ドラフトをやります。あ、野球だった。そう、野球です。ありがとうございます。この後、一緒にですね、初めて頂点で我々も入るので、マシンを見て実際に種目を選んでお互いに発表し合って、ドラフトのルールに従って両チームが前半でどのマシンやっていいか決めて実際にやっていきます。はい、はい、後半はまたちょっとメニュー組んだりとか自由にやるんですね。途中で山本先生のくじ引きなんかもありますから、また楽しんでいきたいと思います。はい、では景品も。で、勝ったら景品もらえるんですか。あるんですよ。山本先生、今回何ですか。今回はアルプスの商品を、はい、10万円分。イエーイ。これはチームで10万円ですか。チームでしょ。ここ昨晩ミーティング終了してるので、もう決まってます。戦略決まってます。真面目くんコンビなので、真面目に戦術を作ってます。ドラフトなので前半でですねマシンを使っちゃったやつ後半で使えなくなるので、ラストスパートをかけるため僕らチームは一番重量が使える下半身を当たり回します。前半はバキバキにバキバキに絞って、今一番乗りに乗ってる竹下選手に上半身を。これはマシーンで勝ちを取りに行くか笑いを取りに行くか。バックスクワットとかやろうか。足長期に詰まる。まあでも稼げるって言ったら足なんですよ。まあそうだよね。レッグプレスの方が絶対いいとは思うけど、うん、ちょっとなんかずるいもんね。もうちょっと見てみて。正々堂々やってる感じなのかな。確かに。そうリップスで自重の体重をプラスできる。ああいいね。そうしよう。懸垂とかもいいんじゃない。アクテさん懸垂強いじゃないですか。はい、そのそれで稼ぎまくる。確かに懸垂だったら超いけるよね。6000ポイントですね。6000ポイントでしょ。多分それだけで2000ぐらいいっちゃう。いや、行きましょう。勝った。前半後半発表します。決めてなかったね。じゃあ何でしょうか。最初はグループ中継ポイント。本当に無計画ですね。じゃあ攻めいきます。おお。じゃあえ、それってちゃんと3000ポイント取ってくれる。リチョーバクトレさん、ナースケさんチームはこう、ナースケさん。はい、ボケちゃダメだよ。タイドレーズで。じゃあ
ちなみにルール説明で結構大事なんですよ先生。ダンベルとか使わないでください。この前だってナースで僕の企画でこれやったのに1キロとかでサイドレースいやそれ去年もなんかいろいろあったじゃないですか。そうみんなは頑張ってるけど俺は笑いを取りに行くじゃあ言ってないトルクとテクノのマシンでいきましょう。はい僕らのチームは先攻は竹下さんが。はい、はい、じゃあ早速ドラフト開始しますか。はい、はい、1個目の種目せーので、せーのデッキプレス。うわー、勝ったー、イエーこの競技を知らないなこの勝ち方を知らないで、はい、じゃあ2種目目せーのバックスクワット。うわー、勝ったー、きつくね。じゃあ3種目目せーのリムタスです。ほら、じゃあ4種目目、はい、せーのレッグエクラステーション。足ばっかり足ばっかり足ばっかり、ナスケ足しか選んでめちゃくちゃきついよね。止められてる気がする。ではラスト5種目目せーのロールペックフライ入ってみましょう。はい、面白くない、そこは足で攻めないよ。なんでちょっと逃げてんのよ。はい、じゃあ次はレッグガールだろ。こちらのチームの最後の種目はレッグガール。まずじゃあ前半を一旦この種目だけでやって、後半はお互いがやった種目以外で組み直します。でも今ドラフトで取ったやつやんなかったら僕やってみてますか。はい、なるほど。じゃあちょっと足残してもう足を崩れてみないですか。やっていきたいと思います。制限時間10分。10分で今からもう始まるんですね。ホーミングアップ入れますか。いや大丈夫です。じゃあこれから開始します。レディーゴー。じゃあ行きましょう。まずはレッグプレスが1セットしかできないっていうことなんで軽めの方がいいんじゃない。60キロでさスパスパ。じゃあ60でいきます。ここからね、1いいよ。さあ、終わっちゃうんじゃないか。浅いんじゃない？いやもう、あ、当たっちゃうんだ。8、9、10、中に来い、中に来い。どう？きつくなるのでやれば。何なんですかこれ。20、夜。22、23。え、大丈夫この記憶。俺あと1000円くらいだから発掘使ってもいい。いきます。
願いします。あ、聞かせに行ってるもんな、そのルールを知らないな。笑わせるの大丈夫ですよ。俺のターン残してるよ。お願いします。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ピッチ20回目、やった折り返しに2400円です。かけたのもね、授業下げてもよくないですよ、バランス。よしよしよし、次何やってる。あ、ディップスやらせていただきます。まあこれはね、テクノなんで補助がありますけど、まあこれ使っていけばいけないということで、ディップスやらせていただきます。ありがとうございます。フル可動域で、フル可動域でいきます。担当で、はいはい、これは OK です。はい、海外みたいなジムだから。本当ですね、海外みたいですね。さっきね、実はこの撮影する前になんと2時間ぐらいネットしてたんだけど、はい、めちゃくちゃ集中できました、ね、めっちゃいいよね、はい、これ人が来てもさ、混み合うことがないぐらいさ、広さじゃん。広すぎる。しかも、僕初めてかもしれない、ウーマンオンリー。ああウーマンじゃないの、ウォーメン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 。ちょっと今しか入れないのに入ってきて。あ、確かに確かに。おお。本当にすごいですね。いいよね。なんかやっぱ女性が好きなマシンっていうのが、うん、女性に需要がある。これ何これ、うん、なんだろう、これ。これ食べられてるの。あ、食べられちゃう。俺これやるの。次。いいじゃないですか。これ、片足でやるんですよ。めちゃくちゃいいそうじゃないですか。あ、これ絞れそう、絞れそう。絵だったら回してあげますよ。こういうこと？はい。あ、めっちゃいいじゃん。これめっちゃいいね。これ次やる。待って、よし。グルートハンド。ジムで初めて見たかもしれない。ね、これ多分めっちゃいいよね。しかも女性だとお尻に気がつかないから、お尻とハムを狙いますね。いいね。へぇ、これ40キロでした。あ、確かに。そうですね。ちょっと変えていいですか。行きます。最初はこの人にチェックかな。え、使えました。あー、これ全然企画と感じないけど、竹下さんのキレがやばい。ちょっと入りました。
ちょうど時間も終わりました。ぴったりですね。はい。じゃあちょっと集計します。やばいっすよ。この種目ってこの競技って聞かせるのやらないんですけど、聞かせてこの回数やってるんですよ。ちょっと見せたくせで。バルクスチームパスの人もいますので、ぜひ皆さん見てみてください。少しでも力強いができればと思います。はい、はい、前半終了です。はい。私はちょっと怪しい箱を持ってないですけれども、この中にくじ引きでいろいろな指定があります。なるほど。後半ではその指定を守ってやってもらうかと思います。まだまだ遊べるよ。これで結局大逆転起こっちゃってますから。そう、そういうことなんだよ。これ手に入れたらザリガニとか出てくるじゃないですか。これ大丈夫ですか？一人じゃないっす。じゃあ、最初に取っていきましょう。あ、やばい。いいですか？まあ、ここでね、またはい、じゃあ、せーの、はい、プラス1000ポイントなんで、ああ、もう直接ダイレクトポイントになるんですか。へぇ、俺はこれ、納得いかなんかあれかな、なんか、そう、後半全種目10キロプラス、まあ、追い込めるということですよね。あ、そうですね。プラスに考えれば、50キロ上げたら40キロしかポイントが入らないということです。じゃあ、スタートしたら好きな種目を行って、後半戦はスピード勝負いきましょう。はい、何でもいいんだ。あの、前半でやってないしますよ、お互いが。なるほど、わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。後半戦ですね。はい、では、6点を超えたところで手を挙げてください。はい、後半戦、レディーゴー。じゃあ、ちょっと、一旦、点数を決定します。はい、こっちでね、こっちなんですか。さっき4500です。はい、今もう1000足してるんで。え、まあ、いいですか。はい、はい、こんな感じだけです。だいぶ軽いのだ。女の子がやってるみたいな重量。いいでしょ。終わった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 。これちょっとで50キロのレッグプレス10回で終わります。ああ、なるほど。一緒に見ません？だって持っちゃったんだもん。なるほどなるほど。まあまあまあ。あ、じゃあ3人で応援して、アクトルさんに。あ、なるほどね。まあ、ここもちょっと流しててもらって。アクトルチームの半分ずつに、アクトルさん最後、先生の指定した種目を回数クリアできたら、あ、なるほどね。感じにして、アクトルさん取れるんですよ。アクトルさんの取れなくもあるから。上野さん、めちゃめちゃ嬉しそうに喋ってますけど、残念ながら、前半の5分ぐらいでもう僕ら6000ポイント。ミソ何それ。どういうこと。足3種目ぐらいでもう終わってんすよ。すごい、なんかいろいろやっていけたけど、なんか俺らがズルしてるみたいに映らない。大丈夫です、ね、あ、いいえ、うまい。じゃあとりあえず25ぐらいでいきますわ。はい、1、聞かせよう。しっかりね、1 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 25×20。ちょうどだから途中中間発表で発表するともう僕らも超えちゃってるから。そういうことね。どうするどうするっつってだからまあなんか気楽にトレーニングするかとかっていう感じだった。それでここでずっとグルグル回すんですよね。そうですね。見ろよ。まあでもこれは僕らは逆に足を後半でやって勝負かけるとする作戦負けですよね。なるほど。今回は僕何もしてないんですけど、その要領よくやったもん勝ちだったよね。一回やってるから、たけしさんが、うおーってやってられる。なんかもうほんと、ジムにいる、なんかその辺のなんかね、エクササイズしてるあの人みたいな感じで、1、2、3みたいな感じでもう6000枚取っちゃったんで。そんなこと言わないですけどね。勝ったチームが、何の種目で何キロ何回やったのかだけ。あ、了解ですよ。レクプレスを60キロで、60回やったんだよね。で、50キロを10回して、はい、4100で、で、次はカールで25キロにして、それで残りの分を消費した。総回数ですね。あとディップスも10回ぐらい。あ、そうだ、ディップスやって、はい、6000っていう数が僕らちょっと計算間違いました。作戦勝ちということで、はい、ありがとうございます。
じゃあプレゼントはあのプレゼント企画でいいですかね。逆に大丈夫ですか。俺何もしないから最後はバックアウトスクワットの絵だけ撮ってきます。なんでやねん。ということでじゃあプレゼント企画いただきますか。いいですかプレゼント。はい、もちろんです。こちらの今回のそのバリス商品10万円のプレゼントは七助さんとアフトレさんのチャンネルから、はい、おいいプレゼントという形で、じゃあお二人のチャンネルに概要欄に詳細載せましょう。というわけで今回アクトレさん何もしなかったんですけれどもですね、商品がもらえると。ひどい言われよう。ハックスクワットやってきますか。これではですねちょっとまあ皆さん納得いかない。納得いかないですね。ハックスクワットハイレップス。ハイレップスですか。ハイレップス。このジム来た時にハックあるじゃんと思って、深井屋さん用かなって思ったぐらいなんですよ。好きなんですよハックが。あ、そうなんですね、はい、あじゃあちょっと僕が成長したハックスクワットを見ていただいて、ではハックスクワット行ってみましょう。で、なんかベルトとかないっすよね。そうそう、そういうぐらいです。3枚ぐらいです。はい、じゃあこれでハックスクワット20回。20回ですか。ちょうどいいところで。あれが1年です。